こんばんは、はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。ハムさんね、はいはい、ガンバ大阪の新体制発表とともに背番号が、うん、選手の背番号が発表されまして、うん、決まりました。うん、それがこちらですと。いやー、なるほどね。ああ、結構なんかツイッターとかでもなんかほんまみんな今ちょうど多分ユニフォームの背番号誰するみたいな、うん、確かにな、言ってる感じが見受けられたんで、うん、ちょっとチャンネルでもこの話しようかなと。なるほどね。思いまして、だってみんなこんな1万5000とか2万ぐらいさ、そうやでするもん何万も変われへんやん、うん、だから結構気合入れて選べる、うん、そこでやっぱりし結構推しもうこの人っていう人も多いやん、うん、そうそうそう、毎年この人ですこれっていう人もおるし、新加入の選手もいるじゃないですか、ダワンとか、うん、斉藤美月選手とか、それこそ山見くん、坂本くん、二郎くん、うん、まあこの辺ね。濱口さんは決めてるんですか。うさ3日はもう片野坂さんですかね。打ってほしいけど、片野坂って書いてあるやつ打ってほしいけど。うさみ買います。39番、はい、言ってましたね。はい、うさみ買いますと。まあ、週は11はいいやろ、いいな、普通になんかかっこいいよね、うん、ちょっと期待されてる感がすごいね。あってよくないですか、週末外国の助っ人系で2年目とかでな、そうそうそう、背番号変わるって結構珍しいっちゃ珍しいよね。結構クラブの期待を背負ってるのかなっていう感じは結構ありますよね。2番に福岡選手入りますね。ね、2番って空いてたよな。で、まあ、1、2、3、4、5、7番がやっと3のあれで抜けて、7は秋、そう、秋、8、9、10、11、12がまあサポーターって抜けて、うん、13、14、15、15、19も抜けてますね。4号が、そうそうそう、でバトリー、そこはギョンウンじゃないやな。なあ、でもギョンウンが20番、20番、おお、ダワン23も気になるな。23、うん、で、あれか、32チアゴのところが坂本君、うん、ね、坂本伊佐君なんかいい感じやったな、インタビュー見てました、キックオフ見てましたね。なんか3人とも三者三様で、おー、なんかこうなんていうかこうふてぶてしくてよかった。よかったね、うん、大物感あった。なんか山見君のこう動じない感じもね、あいいよね。てか、この3人とも大化けしてるんちゃうか、うん、ありえるよ、ここのね、この同期、この同期組、うん、花の2022年組、ほんまやで。あれよかったな、あのインタビュー。41ってのがいい、ちょっといいよね、中村次郎くん、41番、うん、まあ、確かにね。その後の福岡選手が面白かったけどね。ギャグです、ギャグ、ね、おお、こういう選手来るっていうのはなかなか、いやいや、あの頑張って、だいぶ珍しいでしょ、うん、こういうそのカジさんとか、うん、そうやんな。やっぱ明らかに推しの芸をする人が来るってなかなかいいですよ。強い時代にやっぱりギャガー一人おるっていうのがガンバの強い条件なんかもしれん。あ、ギャガーが一人いるってのは強いガンバの象徴。やっぱ前平場強い平場前行けるやつ、そうね、一人おるっていうのが確かにね。そのまあ小野瀬選手がさ、宇佐美選手がちょっとこう受け手側のこう、うん、憎い返しをするいじる側やタイプやから、うん、明らかにこう前線に出て、そう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 、爆死覚悟で前にこう出てくれるギャガーがいるってのは、梶さんとか中澤選手とか、あの時代強かったんで、なるほどね、これは強いガンバが戻ってきてるんじゃないかと。で、福岡選手の加入は非常にいいんじゃないですか。ファン関連の補強にもなりましたしね。ファン関もめちゃくちゃ大車輪で、多分、うん、そうやろな。まあ、宇佐美選手がホームアウェイどっちか買うじゃないですか。はい。だまあ、2枚やとして、うん、あともう1個ですよね、だからここは、悩みどころ的には。誰買おうかな。まあ、でも、シューバーはちょっと、やっぱ候補に入るかも。売れるやろな、シューバー。シューバー、山見。うわ、中村次郎。うわ、この辺を押さえときたいし。押さえときたい。でも、庄司とか言ってなかったっけ。俺、うん。チラッと。うん。庄司やっぱダゾーンのドキュメンタリー流れた後の、あとはやっぱその選手を買いたくなる。あの格闘技見て筋トレしたくなるみたいな。そうそうそう。ああ、そういうノリね。だそのあと斎藤美月がこうレンタルやから、ああ15番この1年限り可能性もあるやん。全然ある。だからまあなんか濃厚じゃん、買っとくっていう。なるほどね、うん、プレミア感があってちょっといいやん。1年間なんかこうだけいたみたいな。うん、はい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 、斎藤美月やみたいな。何年後かに知らんそうな、知らんかった。1年おったよガンバ。あ、今の AC ミランの AC ミラン斎藤美月、そうそうそう、おったよミラン。確かにな、うん、これはいいですね。まあでも割とこう期
来てる感じがなく真ん中にね、うん、こうスパーンってこうこの左上のこれがあれこれがね、うん、入ってきてだからかっこいいけどなもはやなんか、うん、いい感じですけどねすごいかっこよく見えてきましたけどね、うん、ユニフォームもいやこれはもうパトリックをまた買うか迷ってるね買うんすか今年もえ買わんでええの逆にいやいや買ってほしいですけど ACL ユニに着とこうかなパトリックのもう逆にいや、パッとそんな着てるイメージないね、まず。え？その俺が？はい。いや、スタジアム見たら着てますよ、ちゃんと。いや、結構日によらへん、なんかその結構日によらん。日によるな。一番着てないね、多分。ユニフォーム？うん。いやいや、着てる。まあな。いや、だから着ようと。今シーズンは着るという覚悟で。パッとですか？いやー、だから。ペレイラですか？今年は。ペレイラ？うん。まあ、爆発する可能性あるからね。ね、いやいや、片野坂説監督の元で、うん、これだからペレイラもありはありですね、全然。いや、でもちょっと待てよ。でもちょっと俺、東もありかなと思ってる。あ、いいやん。キーパーユニ。あ、キーパーユニで東買う。はい。めっちゃええやん。ありかなとちょっと思ってる。キーパーユニで一森ええんじゃん。一森は。一森？うん。ええよ。一森加藤を石川系なんで俺3枚サブのゴールキーパーの家に3枚買わなあかんねん勘弁してくれよもう3人とも入れてくれよ名前もうそうやったらいやキーパーにとかでもめっちゃいいやキーパーにね東好きやし俺東好きやしなちょっと東嫌いなやつおらんけど東嫌いな人間はおらんけどこのチャンネル見てるやつって中でそうねだから迷ってる東シウバ、ヤマミ、イチゴリ、柳沢、柳沢巻いてる、石川もだ、そういう考えだ。おサブのキーパー買うっていうちょっとノリはやろうかな一瞬。いやいいやん、その応援するって意味で。そう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 。かぶらんし、うん。うん。ちょっとありかなっていうふうにちょっと今考えてるぐらいかな。誰が人気なんですかね、そのツイッター上とかで。いやだからやっぱりさっき言ったけど、シウバ11番、みんなこれがテンション上がってた。あ、だからもちろん宇佐美選手とかが結局大多数になると思うんですけど、うん、東口選手とか、割と庄司選手、まあ、手出すならって意味ではやっぱりシウバとか、うんうん、割とこう、ちょっとね、職種が動いてる感じはありましたね。やっぱ11っていいしな、普通にそれ、うん、かっこいいやん。11番ってだけでな、うん、ちょっと、1のはつけてみたい。あー、番号。生まれたエースナンバー生まれた以上は生まれた以上はやっぱり背負ってみたい番号ではある、うん、あ確かにな。いや迷うな、迷いますね。中村次郎君とか意外とめっちゃ売れるんじゃない。めっちゃ売れると思う、うん、なんかすごいよね。すごいと思う。もうパンおるってほんまやな。いや確かにな、うん、中村次郎君ってもうパンおるやん。買いたいよ普通に。中村次郎確かにね。もう41なんでさ。41ね、いいやん。めっちゃまあいいです、ね、家長や。確かにここのね番号、うわ迷うな。でもコン・ギョンウォンっていう可能性もあるよ。もうキム・ヨンウォンの穴を完全に埋めてくれたら。え、岡村が。はい。おお、え、スケット好きやね。俺スケット好きやね。本業も。うん。スケト好き。スケトってええやん。なんかこう異国に来て戦ってる感じ。もうダワンやん。ほな。ダワンありやな。ダワンしようかな俺。ダワン。ダワンするわ。ダワンにします。ダワンで。はい。あ、もう決定でいいですか。はい。ダワン。ダワン。ダワンで。何人おるがダワン買う人。ダワンやん。試合後もなかなか合わへんから、ね、ほんまな、うん、おらんことないで。おらおるおらんことおる、うん、おるけどなか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 おれへん、うん、ダワンで、うん、ダワンダワンはでもほんまおらんのちゃうかな。この時点でダワンって決めてるやつおらんか。おらんおらん。あ、じゃあ俺ダワンで。おらん。いやいやダワンみたいに言うなこれ逆にしおんちゃんとか何買うのよ。あー山本ゆうきちゃん。あーそうやな、好きやしな。それはそうやと。うん、ああ、フミヤさんってガンバより買うんすかね。いや買わんやろ
バジアーノのユニフォーム買うんかな、買うんちゃう。あ、7番つけてもろて。ああ、なるほどね。7番つけてチアゴで。はい、確かにね。ああ、確かに。あ、それは買ってもらいたいな。うん、確かに見たいしな。うん、バジアーノの7番ね。7番ね。いや、ちょっとそういう感じで、ちょっとこれもなんかまた買って購入できたら、そうですね、ちょっとこうね、開封的な着てみるとかやってみたいですね。はい、はい、皆さんの決まったユニフォームがあればぜひコメント欄で教えてください、はい、なんか集計とかもしてみようと思うんで。あ、そうですね。はい、ではでは、ありがとうございました。